はいどうも高野くもですレコードコレクターズの2019年11月号これは素晴らしい号ですねあのこれ発売されてですねすぐにちょっとネット書店に注文したんですけど本屋さんで買えばよかったなと思いましてですね先日ようやく届いたんですよこれ永久保存版ですよね細野晴臣の名曲ベスト100なんとですね細野さんの曲がですね 100曲選ばれてるんでですよしかもカラーでこのジャケット付きでですねそれでライターの解説付きでですねあ懐かしいなこのあこういう曲もあったなあそっかこれもそうかみたいな感じでもうニコニコしながらですね今ページめくってるんですけどもね今回の,あの趣旨はですねこの細野さんのソロアルバムあるいは参加バンドあるいはプロジェクトから 25名のライターさんがですね音楽ライターさんが30曲ずつ選んでそれで集計をしてベスト100を選んだのが特集になってるんですね。でやっぱり「あそうこの第1位これ言っちゃわない方がいいですねやっぱりこの曲ね」みたいなね「ハッピーエンドの」あの有名曲ですよね。やっぱり「ハッピーエンド」とかあと「細野晴臣」っていう名義のやつとかね あとは「ティンパンアレイ」とか YMO の前の細野さんの作品がやっぱり上位を占めていますよねまあそれは当然かなって感じもするんですけどただ個人的にはね私はどちらかというと YMO で細野晴臣という素晴らしいミュージシャンを知った人間なので。 どうしてもね YMO の曲が、えー、こんなに順位下なんだってちょっと残念な感じもするんですけど、ね、もこれ世代の差かもしれませんけどねまあもちろん私もこの YMO で細野さんを知ってそれで過去の細野さんの作品を遡るような形で聴いていったのでああいい曲あるじゃんってえー、こんな曲もやってたんだみたいな感じでねすごく新鮮な驚きみたいなものを いいたただいてきたんですけれどもねそれで、まあ、私はですねいろいろ本当に細野さんって大好きでもう天才だなこの人って天すごいセンスのいい人だなって思ってるんですね、まあ、ベースにしても曲にしてもですねあとちょっとムラムラモヤモヤ来るようなリズムだったりメロディーだったり曲調とかもうこの人にしか出せないテイストってあるんですよね。で やっぱりいろいろ聞いてる中でですね本当に個人的な興味あ趣味なんですけれどもやっぱり私はですねフィルハーモニーが好きなんですよねで本当にねフィルハーモニーといえば皆さんあのスポーツマンが代表作スポーツ面か正確に言えばねスポーツ面がやっぱり フィドハーモニーの中ではキャッチーでポップな曲だと皆さん思われてるかもしれませんけど、まあ、もちろんフィドハーモニーの中では一番上位でしたねベストの中ではねベスト運位に入っているんですけれどもでも私ねフィドハーモニーで好きな曲は、まあ、時期によっても異なるんですけれどもやっぱりエアコンが好きなんですね <laughs> お前くれえよって声が聞こえてきそうですけど いやエアコンいいっすよ、<laughs> とフィルハーモニーの最後の曲なんですけど、ね、ちょっと環境音楽みたいな感じなんですけれどもであれですよ私の友達中学の時のやっぱり YMO 好きでお互いあのキーボードを買ってですねその2人でキーボードを持ち合ってですねいつも夜友達ん家でこうキーボードを弾き合ってこうねなんか録音したりしている中の良い友達がいたんですけれども。 まあお互いやっぱりフィドハーモニーがですね新婦で出てなんだかよく分かんないけど気になるアルバムだよねってよく聞いていたんですねである日その友達がですねエアコンが私いいいいって言うからずっとエアコンを聞いていたんですってそしたらすごいあの今で言うヤンキーな姉ちゃんがいましてですね高校生の <laughs> まあ友達は中学生よね後ろから頭はたかれパンって「お前聞いてる曲くれんだよ」みたいな風に言われたらしいですよねまあ要は 結構ね突っ張りブームだった突っ張りブームちょっと廃れつつあったのかなだけど当時はやっぱりこうね沖田博之の ABC ああいい気持ちとかね 横浜銀杯とかそういうのが流行っていた時期ですからねあと松田聖子全盛期みたいな感じそういう時代だったので比較的80年代っていうとそういうポップなカルチャーが花開いていた時期ではあるんですけど今から遡って思い起こせばっていう感じ80年代のそういうセンスのいいバンドとかがいろいろフィーチャーされていい時代だったねって言われてるかもしれませんけれども本当そういうのをリアルタイムで好きだった人たちっていうのは。 本当少数派なんですよ学年に数人いるぐらいクラスに1人いるかいないかぐらいな感じでほとんどはこう言っちゃ悪いけど民度低かったですよはっきり言って音楽的には、まあ、あのほとんどがザ・ベスト10でもう意識が持ってかれちゃってるような感じで、まあ、ザ・ベスト10に出るような歌手ばっかりを追っかけていてですねやっぱり たのきんだったり渋垣隊とかねその辺あたりですよね女の子がピーピーキャーキャー聞いていたのはねそれでまあ男の子だとやっぱりロックンロールだぜなんて言いながら横浜銀杯聞いていたりとかそういうのが。 圧倒的多数の中でねやっぱり YMO を聞いていてでなおかつ YMO のメンバーのソロアルバムを聴いているっていう人は本当に少数派ですね。まあ、YMO 聞いてる人はいましたよそれあのソリッド・ステート・サバイバーやっぱベストセラーだったのでそんなに好きじゃないけどお父さんが買ってきたみたいな感じで。 レコードが、ね、ソリッド・ステート・サバイバーだけ家にあるみたいな人はいっぱいいましたけれどももうたいみんな BGM というアルバムで離れていってしまってテクノデリックなんてほとんどみんな聴いてなかったですしたまたまテクノデリックを耳にした人なんか私音楽室でこそいかけてたりしてたんですけどね「お前くれえよ」なんて言われていましたから <laughs> やっぱりね本当にもう少数の少数の少数派なんですよ YMO のソロアルバムまでちゃんと聴いてる人っていうのはね。 でお小遣いが足りないからということで LP を買わずにですね U&I っていうレンタルレコード屋さんがあったんですけどね1日か2日で確か200円か250円か300円ぐらいで借りれたのでそれを借りてきてカセットテープに録音して聞いたりとかもしていたんですけれども。 まあその中でね、フィドハーモニーは友達が確かレコードで買って私はカセットテープマクセルのテープに確か取ってもらったような気がしたんですけれどもねそれを何回も聞いていたんですけれどもやっぱり「世は世なのでね一般的な青少年たちからしてみたら「レーよ」って頭叩くのはまあ当たり前かもしれませんけどねでもやっぱりエアコンはいい曲なんですけどエアコン乗って ってないななベスト100には残念だなーって感じですよねでエアコンに次いで私好きなのが「フィルハーモニー」って曲なんですよねこのサンプリングで男の人と女の人の声をこううまい組み合わせで結構聞きようによっては稚拙な感じに聞こえるんですけれどもやっぱりねセンスのいい人音楽わかってる人がノイズっぽい音楽とか稚拙っぽい音楽を 一見何うううて,ていうのかな絵がうまい人が落書きしても様になってしまうのと同じような感じスタイルのいい人が乱雑にあの洋服を着ても着こなしになってしまっているのと同じような感じで例えば坂本龍一のね「ビーツユニット」なんてあれかなりもうハーモニー壊れちゃったりとかもしてるんですけどあのハーモニーの美しい教授がね、まあ、坂本龍一が作っている曲なので。 例えばトシッ6スオクロックニュースっていう曲 B2 ユニットにあるんですけどもねそれなんかはもう完全にもうあのハーモニーとかない曲なんですけれどもそれでもあの ハーーモニーが私聞こえてきちゃうんですすよ気のせいなんですけれどもねでもそういうちょっと実験的なちょっとコラージュ的な音楽をやってもそもそものその音楽の分かってる人センスのいい人がノイズを並べてしまうと様になっちゃう恒例なんですよ。だからフィドハーモニーなんかも最初聞いた時は本当にびっくりな仰天で結構安っぽい音を使ってるなと思ったんです安っぽい音っていうか当時出始めたこのサンプリングマシンを使ってですね確かにエミュレーターだと思うんですけれどもそれで。 割といろんな音をサンプリングしてそれを並べて作ったりしてる曲ですけどやっぱりまあ細野さんのセンスなんですよね一曲目のピクニックなんかもちょっと一番最初に聞くとなんか幼稚園のオルガンみたいな感じの音とかでちょっと稚拙な感じもするんですけどただやっぱりセンスのいい人がそういう。 あの手作りっぽい音を音楽奏でるとやっぱ気持ちいいんですよね。ていうか最初はね私「えなんだこれ?」って思ったんですよこのなんか手作りっぽい感じでそのテクノデリックとか BGM を聴いた後にこういうアルバムが出てきたのであんなハイクオリティなサウンドを作っていた人が。 なんだすごいこれちょっと素朴すぎるぞみたいな感じがしてえって一瞬ちょっと腰砕けになったんですけれどもいや誰かがこれどこかの音楽評の家書いてたんですこれ3年殺しのアルバムなんですよねまあ私にとっては30年殺しっていまだに30年以上経っても殺され続けてるって感じなんですけれども3年聴くとその良さがじわじわ壺が効いてくるんですよ。最初はななんんだこんなの,あの 蚊に刺されたほども痛くないわ」みたいなふうに言ってでもあのシャドウ放獲圏を食らったね誰だったっけかなギリシャ12神の,あのグリークインフェルノを放つ人カサンドラだったっけかながな「な何こ,この被検はま,まさかあの」つって死,あの死んじゃうようにですね 後になっててじじわじわ聞いてくるんです、まあ、あたかも「シャドウ方角剣」のようにですね、まあ、リングにかけるを知らない人にとっては何言ってるか全然意味分かんないかもしれませんけれどもそう後でじわっと聞くんです最初聞いた時はなんだこの一瞬稚拙な音楽はと思ってしまうんですけれども聞けば聞くほどじんわり染みてくるのがフィドハーモニーだったりするんですねなんかミュージックマガジンの話をしているつもりがなんかフィドハーモニーの話ばっかになっちゃってますけどその私が好きな 「あのフィードハーモニー」って曲はかろうじてベスト100の結構最後の方に順位ランキングしてるんですランクインしてるんですけれどもは残念ながらですねないんだなあのピクニックとエアコンはでもいいんです「OK」っていう曲が入ってるのでこれも結構下位の方ですけどねテクノドンに入っているね「OK」細野さんらしくていいですねそれと同じようなノリで「マッドメン」も。 入ってるので、あのサービスね YMO のラストアルバムサービスに入っているマッドメンも私すごく大好きな曲なのでそれも入ってるからいいなみたいな感じはしますねあとフィドハーモニーも好きですけど私 SFX も結構好きででしてですね SFX の曲も結構入ってるんですねあとは「アンドロジーナ」なんかもいいですよね確かあれコシミハルのコーラスがアンドロイドっぽくてかっこいいんですけれどもね あとボディースナッチャーズとかも入ってるんですけど残念ながら私はですね SFX の中では「きなんですねタタラタタタラタラ,タタンタンタラ,タラってあのちょっとサンプリングずっと必要に繰り返されるねで時々「バイ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 」っていう声が入っててすごく緊張感緊迫感の高まるような精神が痙攣するようなやつ ナンバーがあるんですけどねこれもさっき話したようにこれも坂本龍一の「ノット6クニュース」と一緒ですごく音楽としてはちょっとぶっ壊れた感じなんですけれどもやっぱりセンスのいい人がノイズっぽいのを並べると様になってしまう恒例なんですよね。だから第のの選択が入ってないのは残念ですね、まあ、もちろん25人のライターの中にはそれ入れた人も何人かいるんでしょうけれどもねまあ集計から漏れちゃったんでしょうね。 あとあれも入ってないんだよな。なんか入ってない文句ばっかり言っててごめんなさいね。大 <laughs> 体いい有名曲というかね、一般的に世、世評的に有名な曲は大体いいラ,ランクインしているのでご安心ください。あとは手に取ってご覧になっていただければと思いますけれども。 ね、あ,そうそうあとリンボも入っててあリンボベースかっこいいですよね、まあ、マッドメンもかっこいいですけどねサービスに入っているねドク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 結構細野さんのちょっとファンクなベースが楽しめますよねこのサービスのリンボだったりとかあとマ,マッドメンとかはねあと、ま、ラップ現象が意外と上位に入っているのはとてもうれしいですねラップ現象いい曲ですよ本当 BGM に入っているね、うん、バカ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 ってあとは ロータスラブ入ってるの嬉しいんですけど「フォーカス」が入ってないかなって感じあのやっぱり YMO のね浮気な僕らといえば私はまあ坂本龍一の音楽も好きなんですけど A 面の「フォーカス」B 面の「ロータスラブがこう」が一つの対を成しているアルバムだと勝手に思ってるので <laughs> やっぱこの2曲があるからこそのこう地味渋でちょっと重たいこの2曲ね特に「フォーカス」なんてね重たくてかっこいいですよね。 で,でそれがねないのがちょっと残念ロータスラブは確か入ってたんですけどね吐き気抑えてフォーカスがないのがちょっと残念でございますけれどもねあとは私が好きな曲といえばノンスタンダードミュージックも入ってないな確か「ダッ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 ダタダラダ」って。 がな私の趣味ねみたいなそんな感じでやっぱメロディアスな曲中心に選ばれてるまあそれは当然ですけどねあとマッド・ピエロがね本当に下の方の順番ですけど選ばれてるのは嬉しいですよねマッド・ピエロ名曲ですよかっこいいですよもうピエトロ・ジェルミも入ってるかこれも最後の方だなまあでも選ばれないよりはいいからね。 あごめんなさい入ってましたね最後までよく読んでなかったな95位にノンンススタンダーードミクスチャーが入ってましたこれもねもう発売してすぐ買っちゃいましたねレコードでレコードの裏にですね厚紙が貼られててですね手が添えられててですねその厚紙の真ん中がちょっとくり抜かれていてですね洋書みたいな本がですねちょっとセンスのいい本が。 はあの入ってるんですねおまけけででそれがまたたわけわかかかんなくてっっこよかったですよすね、まあなんとなくその当時の細野さんの思い描いていたちょっと SF チックなサイバーパンクとはちょっと違うけどそういうちょっと近未来的な細野さん的世界観がまあ音とビジュアルで2つセットになって味わってくださいっていうような趣旨だったのかもしれませんよねあとそうだね。 まあ大体ねあのあい一番最後の100位だけ言っちゃいましょうかあのセックスマシンフィーチャリングジェームス・ブラウンあやってましたもんね細野さんねこれジェームス・ブラウンワンテイクしか撮らないぞとかって言っててワンテイク撮ったら あのもうワンテイク撮りたいので「すみません今録音スイッチ入ってませんでした」みたいな感じで嘘ついてそれでもうワンテイク撮ったという話は有名ですけれどもねでもなんかあのブラックミュージックのこう、ね、ビジネスは怖いのでこうなんかメインブラックみたいなを格好したおっかない黒人のガードマンのなんか人たちに「お前ら契約違反だぞ」みたいな目で見られギロって見られたみたいななんか逸話もあったようですけどそうそう。 JB ともやってんだよな、そのさんな。あとはあれ、私、北京ダックも好きでですね、どんなどん話が飛んでっちゃうな。北 <laughs> 京ダックもランクインしてましたね。嬉しいですよね。そう、北京ダック結構上位なんですよね。まあ選んだ人たち分かってますね。みたいなトロピカルダンディに入ってるやつですけどね。もっと腹磯は、あの、上位。 上位ななのかなと思ってましたけどそうでもないやっあハッピーエンドといえば私はあのやっぱ風来坊がとても好きでですねで昔バンドやってたんですけどねあの女の子がボーカルのバンドで、まあ、女の子もがドラムででやろうがベースとギターみたいな感じでいろいろ椎名林檎ちゃんを中心にコピーしていたバンドなんですけどそこで私の発案でですね無理やり。 フーライブをやったことがあるんですけどやっぱ女の子がふわっとフーライブを歌うと結構可愛くていい感じなんですよねそれで改めてそのフーライブをベースで弾いてみると結構凝っているんですよねあのベースかっこいいんですねあの最初タラータラーラータラーってあれベースでも同じようなメロディーを結構ダブルストップっぽい感じで一つの弦を鳴らしながらもう一個のメロディーがこう ハイポジションで弾いたりとかして、そこがまたすごく気持ちよかったりとかね。あと、ちょっとしたイントロのあたららららららら、ラーフライボダダタンパパーンって、ちょっとそれ、ちょっとフィル入れるところとか、めちゃくちゃかっこいい曲なんですね。すごいのんびりした。本当にまさにフーライボーって感じの曲なんですけど、のどかーな曲なんですけれども、ベースがかっこいい。本当のどかーなんだけどベース自体ものどかーなんですけど、締めるとこピシッと締めていてですね。 とてもいいい曲だと思いますね。なんてもう話し出したらキリがないなんかねあそう明日天気になれもいいですよねこれ私昔あのいた出版社でですねあるファッション誌の CM 作ってたことあるんですけどねちょっと撮影はタイだったのであのー タイにまで私ちょっとロケには同行しなかったんですけれども選曲でいろいろ話し合ってですね結局いろいろな曲が候補に上がったんですけど予算内でねその著作権の使用量で収まる範囲の中でいくつかあのこの曲とこの曲とこの曲どれにしますかみたいな話あの代理店の制作チームとかと話し合いになって結局私が強力にプッシュしてこれ絶対これがいい絶対これがいい絶対これがいいって言ったのが明日天気になれでしたねちょっとシュールすぎましたけどねあの浅野忠信がですね あの出てくる CM だったんですけれども、ね、まあちょっとシュールすぎたかなとじ、もうちょっとシリアスハードを選べばよかったんですけどまあ CM のシチュエーション自体がとてもシリアスかつハードだったのでそこに裏声で「明日天気なーれー」が入る方が絶対シュールだろうと思ったんだけどもあまりにもちょっと改めてそれテレビのブラウン管を通してまあ今は液晶画面ですけれどもそういう画面を通して見ると。 何が何だかわかんない世界になってちょっと凝りすぎた世界になって個人的にはあちゃって感じでしたけれどもねでも単体で聞くとですねやっぱ明日天気なあれはなんかいいですよね霜もいいですしねかっこいいなんか戦闘機がよく墜落する街でみたいな歌詞だったと思うんですけれどもそれもなんかちょっとシュールでいい感じですけどもねそうそう墜落するじゃ落ちてくるところ落ちてくる街ですね時 時々ド,ド,ドキ戦闘機が落ちてくる街っていうなんかねシュールな感じでいいですよねなんて本当細野さんのは本当に。 広いですよねね世界が、ね、<laughs> もうエアコンどころじゃないぞって感じだけどやっぱエアコンはいい曲ですやっぱねエアコンと第3の選択がないのはとても残念ですねピクニックがないのって、まあ、なんか愚痴っぽくなってごめんなさいで、ね、皆さんはどんな曲が好きですかね細野さん作曲まあ「シムーン」も好きでね「シムーン」が上位に入ってるのはとても嬉しかったですけれどもねあとはそうそう 戸川淳も歌った「あの夢見る約束」もね入ってんのもうしいですよねちょっと昭和ノスタルジック歌謡っぽい感じでねこれもまたいい曲なんですよね、まあ、ごめんなさいちょっと話し出したらきりあそうそうごめんなさい話し出したらきりがないそうそうやめますって言おうと思ったら。 マスもね結構上位に入ってて嬉しいですよねメロディーもいいですしあのロシア語でね細野さん歌うというか,なんかつぶやくとか「やいにゅ」とかなんかちょっとよく分かんないですけどねその細野さんの独特の低い声でちょっと。 ギザッとした声でいやい牛とけったみたいななんか言ってるのがめちゃくちゃ当時はツボにはまりましたね。あとはそれと同じぐらいの順位でそうそう。 インソムニアもいいんだよな不眠症って意味かな確かソリッド・ステート・サバイバーで「U」いじゃなく「U」2つ暗い曲なんですけど、まあ、もう一つは「キャスタリア」なんですけどもねこの「キャスタリア」と「インソムニア」があるからこそ光る曲たちがいっぱいあるソリッド・ステート・サバイバーですよね。インソムニアもいいしあとアいいババ、ね「アブソリュート・エゴ・ダンス」もいい曲ですよそれは「ソリッド・ステート・サバイバー」ねアブソリュート・エゴ・ダンスが多分 y m の曲の中で一番上位だったんじゃないかな。うん と不思議な曲で気持ちいいですね。だから当時、私ソリッドステートサバイバーの A 面では。 あのテクノポリスやライディーンを差し置いてアブソリュートエゴダンスが一番好きでしたね一番最初に聴いていた頃はね、まあ、まだガキだったね子供だったんで英面といえばキャスタリアが今では一番好きですけどキャスタリアは飛ばして聴いていたぐらいな感じで「クレーなんて言いながらね <laughs>、うん、でもまあすぐにトリコにはなりましたけどねキャスタリアね最初は本当にライディーンもあのキャッチーで良かったんですけどもその前の明るいんだか暗いんだかほら 単調,調になったりとかしてでリズムも結構微妙だったりするじゃないですか微妙というのはあの悪い意味での微妙とかじゃなくてなんかモヤモヤする感じ何かノリノリなんだけどちょっとしこりの残るようなノリノリな感じがとても子供心のツボというか刺激でねアブソリュート英語ダンスが YMO の曲の中での最も上位だっていうのもなかなかね <laughs> いいいでございますよねあとそうそう灰色の段階ねグレイグラデイティッドグレイこれも割と上位なの嬉しいですねテクノデイックの B 面に入ってるねちょっとほの暗い感じなんだけどちょっと明るい感じもしてその微妙な感じのねだから B 面といえば私ねプロローグエピローグだったりとかあとはキーが好きだったんですけれどもいやー それよりは今はこっちの灰色の段階の方がいいですよねなかなか地味あふれる趣のある曲だと思いますね、うん、そういうことでごめんなさいちょっと喋りだしたら切りがないみたいな感じなのでこれぐらいにしておきますけどとにかく、えー、レコードコレクターズこれいいですよもう永久保存版だと思いますのでこれ、ね、細野晴臣の名曲ベスト100 音楽活動50周年記念そう細野さん50周年なんですねデビューしてね寅さんも50周年ですからね今年の来月ぐらいにやりますもんね「おかえり寅さん」だったっけかなあの寅さんあのどういう内容なのちょっとこれは気になるんでね見に行こうかなって実は私あの「男はつらいよ」全部見てますからねやっぱり気になっちゃいますよね。 純くんじゃないやドクタコトじゃなくてあの三尾だそうそう吉岡秀孝が中心にはなると思うんですけれどももう彼も50歳ぐらいの役で出るんですねしかも驚いたことに小説家として出るん,なんか「三丁目の夕日」でも小説家やってましたけどね売れない小説家の茶川さんっていう役でねなんか小説家の役でこっちの方の寅さんの方の吉岡秀孝は。 ちょっっと売れっ子小説家みたいな役ですけどもねだから寅さんおじさんがいなくなって22年経った今僕はみたいな感じだとは思うんですけどちょっと気になりますよね寅さんもね細野さんも寅さんも50周年ということでなんか今年の令和元年はいろいろメモリアルというか そういうことでぜひ、まあ、細野晴臣好き YMO 好きそして音楽好きはですねこうちょっと抑えておきたい特集だと思いますのでご興味ある方は別にあの頼まれて宣伝してるわけじゃ全然ないんで個人的にこれいい特集だなと思っているのでちょっとねあの長々と語らせていただきましたけれどもねレコードコレクターズの細野晴臣の名曲ベスト100特集ぜひご覧になってください。ということで、えー、最後までお聴きくださいましてありがとうございました。